消費者物価指数の伸びが予想を大幅に上回り、インフレ懸念が高まっています。アメリカでは4月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて 4.2% 上昇しました。これはおよそ13年ぶりの大幅な伸びとなります。 We're at a crossroads for the economy where we are seeing very clear evidence of exceptional demand, but the supply side of the economy is currently constrained.パンデミックの影響で様々な品物が不足したことから需要が高まり、食料品からガソリンまで物価が高騰しています。4月の中古車平均販売価格は$25,000以上で過去最高となりました。材木の価格は去年9月の3倍に膨れ上がり、これにより全米の新築住宅平均価格が$36,000上昇しています。Specific lumber items might increase $5 or $10 per unit within a week, and that's unusual, and that's an extreme situation. この家族は物価の上昇で生活費を切り詰めていると言います。I can't even take my kids for a good drive down the river because gas prices are ridiculous, rent prices are ridiculous, food prices are ridiculous. 専門家の間では経済が再開し、労働者が仕事に戻れば、生産量が増えることで価格も安定するだろうという見方が大勢です。FRB、連邦準備制度理事会も、賃貸住宅や医療などの分野では価格の上昇は見られないことから、現段階ではこれを一時的な現象と見ていて、金利の引き上げは行わない見通しとされています。しかしその一方で、インフレ懸念が広がれば、その不安心理の連鎖が長期的なインフレの引き金になりかねず、慎重に見守る必要があるとする専門家もいます。